関西を中心に活動を続ける6組のアイドルグループが大阪マラソンを舞台に頂点を目指して真剣勝負を繰り広げるガチンコ企画、それが関西アイドルマラソン秋の陣2018。昨年の大阪マラソンでも熱いバトルを繰り広げたアイドルたちによる真剣勝負が今年も行われます。今年大阪マラソンが開催されるのは11月25日、そして見事1位になったグループのみが月金のエンディングテーマの起用といったご褒美をゲットできるという過酷な企画。この企画に挑戦するアイドルグループがこちらの6組。各グループから選抜されたメンバーそれぞれ1人がグループの運命を握り真剣勝負。月金火曜日ではそんなアイドルランナーをご紹介します。今回ご紹介するのは3代目コナモン。2016年に結成されたこのアイドルグループは大阪コナモン応援団というキャッチフレーズを掲げ、アイドルの枠にとらわれずコナモン文化を広めるためにテレビや舞台、たこ焼き屋などの商店や企業とのコラボ企画などで幅広く活躍中。今年6月に発表したファーストシングル Go Force はなんとオリコンデイリーチャートで初登場1位となるほどの人気で、今話題のアイドルグループなんです。そんな3代目コナモンの中から選抜されたランナーはのぞみ坂エキストラバージン。果たしてどんな思いで大阪マラソンへ出場を決めたのか。ちょっとアイドルをしてもう少し2年なので、ちょっと節目に大きい目標にチャレンジして完走して自分も成長したいなと思いました。その3代目コナモンの名を背負って、やっぱりみんなに名前を知ってほしいし、みんな容姿もやけど歌もダンスも上手なので、私は他のメンバーに比べてやっぱり劣っているので、やっぱり何か一つだけでもなんか抜きんでて結果を残したいので、なるべく頑張ります。実はのんちゃん、番組スタッフが行った事前アンケートによると、今回のプロジェクトメンバーの中で唯一の陸上経験者なんです。もともと中学の時に陸上部してたんですけど、それは成り行きで、友達が陸上部入ったから一緒に私もくっついて入ったんですけど、ハマってやりすぎたら次は足がちょっと痛めてしまって途中でやめてしまったんですけど、また走ってちょっと頑張ってみようかなと思います。この企画が始まり、マラソンに向けて練習を頑張ろうと意気込んだ矢先に、のんちゃんにあるアクシデントが。9月の最初ぐらいかな、ね、ライブ中に足ぶねって左足の膝が半月板が悪くて、もともと悪かったんですけど余計悪化してしまいました。なんと頑張りすぎて膝を怪我してしまったそうですが、マラソンの練習は大丈夫なんでしょうか。ほとんど全くできてなくて、なんかこのままで本番いけるんかなみたいな思ってます。いつもでも毎日やってるのはお風呂上がってから絶対ストレッチやってます。ちょっと能天気なのんちゃんですが、メンバーが明かすこんな一面も。結構多分うわーってなって無理しちゃうかもしれないんで、あまり無理せずに、こうしんどくなったらもうあんまり無理せずに頑張ってほしいです。のんぴは頑張り屋さんやから、練習コツコツしてきっとこれから今もしてないみたいやけど挽回する勢いで頑張ってくれると思います。実はメンバーやファンの間でも負けず嫌いで頑張り屋さんとして知られるのんちゃん。怪我の影響で他のアイドルたちに比べて練習量に不安が残りますが、本番に向けて準備はできているのでしょうか。つい最近まで体調崩しててまた再開し始めたんですけど、なんかずっと練習できてなくて、久しぶりに走ったら楽しいなって思えたから、ちょっと練習量増やして1ヶ月しかないから頑張って体力つけようと思います。なんとか怪我とも付き合いながら練習を続けるのんちゃんですが、実は大阪マラソンに向けて強力な助っ人がいるそうなんです。専属のコーチつけてもらってます。贅沢。そうなんです。なんとマラソン専門のコーチの指導を受け、他のアイドルたちに遅れた分を取り返すべく練習に打ち込んでいるそうなんです。
そんなのんちゃんを指導しているのは柔道整復師やダイエットコーディネーター、アスリートフードマイスターなど数々の資格を持ち、これまでに7度のフルマラソン完走経験があるトレーナーのさきさん。さきさんの指導のもと、怪我をした足に負担がかからないスロージョギングやランニングフォームの改善、さらに本番に向けてペースランなどにも取り組んできました。しかし現在さきさんが出産を控え練習に立ち会えなくなり、テレビ電話によってのんちゃんをサポートしてくれているそうなんです。そうですね、最初はもう横に2人で並んでスロージョギングから始めてアップしてみたいな感じだったんですけど、もう途中大きくなってからは自転車でコーチが一緒に走ってくれて、私がもうとりあえずもううわーって走ってどこまで行けるかみたいな感じでした。あのやっぱり一人で走るよりも誰かがついて応援してくれたりとかした方がやる気にもなるし、誰かに褒めてもらわないやる気が出えへんタイプなんでめっちゃ助かりました。もともとコーチ自体がそういうフルマラソンとかマラソン経験者なんで、やっぱりしんどさとかも分かってくれてるから無理しないように頑張ってって言われてるんですけど、ずっと頑張ってくれてたからしんどいのに妊娠しながらも、だからなるべく完走は第一にしていい順位取れたらいいなと思ってます。お腹の赤ちゃんが大きくなって運動ができなくなるギリギリまで一人で頑張るのんちゃんのため練習をサポートしてくれたさきさん。この日も病院にいる大好きなコーチに練習の報告をしてみると、昨日は、はい、ですね、久しぶりにトレーニングしたんで4キロスロージョギングも合わせて走りました。うんうんうん、病み上がりやけど頑張れましたね。はい、ちょっと11月は、はい、あんまり追い込まなくてもいいから、はい、ゆっくり今の体力を維持するっていうのを一番目的に練習続けていけばいいんで、はい、あんまり根詰めてやってまた体調崩すとかならんようにだけ気をつけてください。11月、はい、ペースとかタイムとかはどんな感じで走ったらいいですかね。1キロ走るのを7分以内に走れるぐらいのペースで、うん、7分以内、7分以内です。結構早いですね。ね、今はまだ体が追いついてないから、うん、ちょっとびっくりするペースかもしれないけど。そうですね。さらに離れていてものんちゃんの頑張りを支え続けるコーチからこんな応援メッセージも。公園を走ってる時に周りの人たちにこうなんだろう抜かれそうになるとか、周りの人たちのペースをちゃんと意識しながら走ったりもしてるから、結構負けず嫌いっていうのがいい部分かなって私は見てて思ったんでなんか途中でもしくじけそうになっても意外と持ち直しそうやなっていうのが感想もしそうな私の予感ですね初マラソンはね、もうほんまに走ってみないとこうどんな感覚かって分からんからめっちゃ不安な気持ち分かるんですけど、もうでも絶対走り切った後は出てよかったって絶対言うから、もう完走した時の自分をイメージしてとにかく楽しんでもらったらいいと思います。はい、ありがとうございます。怪我に苦労しながらも心強いサポートを得て練習を続けるのんちゃん、大阪マラソン本番ではどんな走りを見せてくれるのか。目標タイムとかは特にないんですけど、とりあえず完走が一番で、タイムは平均とかがあんまりわからないんですけど、まあ早い方がいいですよねコーチからは何か言われてます、レースに関しては。そうですね、やっぱり無理しすぎたらあかんから、のぞみちゃんのペースで頑張って完走を目指そうって言われました。やっぱり一緒にやってきてくれたので完走して嬉し涙を流している姿を見せたいです。もともとこのマラソンに出ることになったきっかけが、その自分にとってその大事なグループを広めることなので、その私が完走したことで3代目コノモをたくさんの人に知ってもらうことが一番嬉しいので、それを一番に考えてます。3代目コノモン、のぞみ坂エキストラバージン、グループの期待を背負ってコーチと二人三脚で大阪マラソン本番まで走り続けます。目標は絶対自主リタイアとかそういう強制リタイアはしないことです。ああ、なるほど。第一に考えてます。頑張ります。おまま、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 おまま